遠藤選手は昨日白河市役所を訪れ、地元の応援に感謝しました。そして髪の色と同じピンクの白河だるまを記念品として受け取りました。本当に皆さん の, あのサポートだったり応援があって、自分がこうしてこう自分の好きなところで輝けているので、本当に皆さんにもっともっとあのいい報告ができるように、あのこれからも頑張りたいですし。遠藤選手は来年開かれるパリオリンピックの代表入りを目指します。